ちだ。熱い。熱。すっぴんなのでマスクしたんですけど。よいしょ。ああ。前髪。UX?よいしょ、熱っ。なんかあってんの、こんばんは。盛り上がってる。やばいやばい、早くつけようつけよう。よいしょ、それを早くつけよう。な、5チャンネルかな。おい、待って、リモコンが。待って、リモコンってどうやって回すんだっけ。あ、イタリアさんと、すごい、日本勝ってる。 WBC 準々決勝、大谷翔平二刀流打者で1安打投手で5なんだ、5奪う三振。脱か。皆さんテレビの音聞こえますか。カリちゃんどっちですね。どうしよう、なんかまあイタリアにもお世話になってるんですよ私。なので、あ、聞こえない、よいしょ。え、なんかイタリアさんにはもう本当にいつもパスタとかピッツァとかを食べさせてもらってて、お世話になってます。髪の毛がボサボサなので、お風呂入ったけど洗いましょう。よいしょ、どうやって使うんだろう。ちょっと待って待って待って、なんだ、繊維がついてる。ピッツァ監督、岡本が打ったよ。今日はスクショごめんね、ダメだ。すごい、頑張れ。皆さんはどっち応援していますか。どっち応援してるの。3ラン打った。また後できます、ありがとう。お風呂頑張ってね。カイリー応援してるってどういうこと。待って、私で出る。コメント欄おもろい。え、どうしたどうしたどうしたの。え、待って、負けたら終わりなの。
しよう。これは負けられませんね。でも日本4点先制しているので、でイタリアさん上手で、お上手ですね。あ、一気に4点取ったんだ、3回の時に。夏の甲子園状態、え、暑いですね。それは暑いな。イタリア産爆発力がある、あらま。そっか、なんかいつも日本は私の解説ですけど結構今回得点をね取れる時にとって大差で勝ってたじゃないですか。でもその分なんか8点とか9点とか入るっていうことは、ね、敵の方もその可能性があるという危険なスポーツ、なんていうの、油断大敵なスポーツなので、日本らしい野球ができるように祈ってます。そうだね、4点か。なんか野球ってさ一気に入るよね、点数が。そのなんか一塁とか二塁にいた時、それがね逆転のチャンスとか流れとかが変わってくるところですよね。そこが面白いよね。サッカーとかバスケにはない、こう一点一点一回ずつじゃないから、急に来る時もあるので。でやばい、私さこの前まで全然ルール知らなかった人が言ってる失礼しました。次が準決勝っていうことかな、準々決勝の次は。ルール知らない人だったんですけど、そうこの本当に1週間 WBC 始まってから急成長しました、私。そうなんですよ、そう楽しんで見てますよ。場所がアメリカに移る、あ、そうなの、次から。え、はい、じゃあ大谷さんの1球目。うわーお、わーお、お速い、157キロ。こんなもの出せません。実はカイリちゃんに野球知らない、え、私より本当に私も結構ですよ。なんかすごい髪の色がすごい、え、何始まった、取れる、あ、ファールかな、ファール、今のでもファールっぽいよね、ちょっと前髪
中身がもっと変になっちゃった。ここに。ナイスプレー。いやー、ヒヤヒヤしたね。ナイスだ。素早い、落ち着いて対処。はーい、ね、バウンドすると焦りますよね。私経験者みたいにさ、焦りますよねとか言っちゃうけど、すみません。まるであたかも経験者かのように言う。解説よし。で、ワンアウトですね。はい。大谷翔平さんのチームメイト。え、待って、これってお互いなんか、なんだろう、これが得意とか、分かってるのかな。すごい。まさかここに来て戦うなんて。仲良しだって、この時間だけは。おっと、あー、もう走るの。よし、あー、足早かったですね今の。ピンチですか、もしかして。これもしかしてピンチ。はい、ここで守っていきます。頑張れ。やばい、まあ4点ありますよ皆さん。待って、ベースに2人いる。うっ、まあ、そうですよね、やっぱ逃げちゃいますよね。ここで落ち着くか落ち着かないかが、そう、私たちが落ち着く、まず私たちから落ち着く。これは取りようだ。どっちが取るの？あ、すごい。走るの？やめな。もう、うん。はい。ツーアウト。で、まだ失点はゼロ。はい、犠牲フライを承知しました。処置。確かに、待って、今の選手さ、犠牲フライをすごい狙ってたね。なんかこうバットがさ、こう振り際振るときにこう真上向いてた。もう待って、私もう言葉が回らなくなっちゃった。ロペスさん、打率5ってなんだろう。打率 500？ あ、ファール。今見えなかったね。見えませんでした。あ、打率、待って、500かと思った。5割、え、半分。じゃあ半分の確率で打たれるということですか。
取ったぞ。ファール？ファール？追い込んだ？嘘。ファールですか？嘘。今の？待って、何ファールですか？なんか私以外のみんながファールって呼んでる。あ、バッターの体に当たったんだ。あ、そうなんだ。はい、ストライクが2個で、はい、アウトが2個なので、これはちょっとかなりアドバンテージ。いいよ、よし。おお。ヒヤヒヤしますね。0点に収めなくても4対3でも私たちの日本の勝利なのでなんかそう考えると、そう考えちゃダメか、ダメ、こんな甘いのはダメですか。そうだよね、そうだよね。よし、これはなんだ。ファール。ホームランに似てましたね。危ない、上手、この2番の方。本当にもうほぼホームランみたい。距離がね、紙一重ですね、本当に。焦ります。えちょっとなんかお風呂が、ちょっと待って、今の逃しちゃった。大丈夫、どうなりましたか。だって今ちょっとよそ見しちゃった。あ、撃たれちゃったの。あ、デッドボール。あら、満塁になってしまったって。ピンチだ。でもツーアウトだから、うん、ちょっとじゃあおとなしくしますね。頑張れー、ありがとうございます。私も頑張ります。応援する。応援だ。
まだ2点だから、あと2点リードしてるので頑張ってほしいね。頑張れ。いやん、うん、あー、花冠無理ありがとうございますなんか今更なんですけど、まつげがいい感じ。伊藤さん、お願いします。伊藤さん、バレンタイングッズ届いてありがとう。ハートありがとうございます。なんて読むんだろう、伊藤、うん、私と2文字違いなんですね。海と佐藤の塔一緒。伊藤投手、伊藤うしゅう、お願い、こんばんは。そう、そういう見方あ、おやすみなさ、ほよう、ん、9時、おやすみ。親近感湧く、うん、湧いたボールありがとうございます。ここは抑えてほしい、ここは大事。よし、抑えます。今日何曜日？平日？予備感覚がなくなっちゃったよ。ボールありがとう。平日？木曜日？木曜日か。カイリーが応援してるなら大丈夫。大丈夫だよ。そういえばよ、あ、待って、こんなとこで余談はできない、ごめんなさい。これ終わったら余談話します、雑談しますね。今は野球のことしか話しちゃダメ。マックスってなんだろう、150キロって。みんな休みでか生きてくれるの、ありがとう。最速、あ、今日の最速みたいな。すごい、ネックレスいっぱい。
まただ早いね。ネックレスおそろい。なんかちょっと待って、その言い方があれなんですけど。ファールか。ちょっと集中しますね。だって今2アウト3塁と1塁でしょ。待って、これ本当に集中します。準決勝って明日ですか？いつだろう。ファル。21日。あ、そうなんだ。アリちゃん見えてないでしょ。ありがとうございます。ドキドキ。ドキドキが暴れて、あ、惜しい。待って、これでストライク。あ、やばいやばいやばい、皆さんストップ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 、やばいやばいやばい。ちょっと待って、ストップ。どうしよう。こんばんは、初見出る。あー、どうしよう、苦しい。お願いします、皆さん応援お願いします。おめでとう。もうよかった、よかった。よしみたいな。なんか長編映画みたいな。しかもノンフィクションのこのスポーツの物語、熱いですね。最高ですね。ノンフィクションで、そう、最高に見応えしかないですね。ボールありがとうございます。これが野球、これが WBC。 いやー、ちょっとお茶持ってきます。熱くなってきた。
初見ありがとうございます。今 WBC 見てます。あ、そう、余談し、雑談してもいいですか。ちょっと一旦一山越えたので、なんか最近マスクしなくて外出して OK になったんですよねそうですよね、ですよね。え、なんかでもさ、みんながしてるし、どう、なんかマスクしようかしまいかすごく迷って、うん、迷っちゃうの。でもみんな基本してますよね。新潟はしてるんだよね。ボールありがとうございます。そうだから私もしてるんですけど、恥ずかしい。本当に冬は私暖かいからしてていいなって思ったんですけど、だんだん暑くなってきて、早くマスクなくならないかなって思いました。もう新潟はね、みんなが外しだしたら外そっかなね。夏のマスクがね、花粉が、あー、みんな、待って、私の前の方花粉気にしすぎじゃない。まあみんな花粉症なのかな。みんな花粉症なの。お疲れ様ですね。花粉大変だね。40年歴、花粉症歴40年。なんですって。ダル登場。待って、ダルビッシュさんをダル読みする。まあなんかすごい密集してたり混み合ってたらマスクしなきゃかもね。なんかなんとなくしなきゃかなーってなるけど、誰もいなかったらもう外していいんですね。吉田さんお願いします。レッドソックス、はい。え、あー、ストライクなの今の。あら、そっか、今のストライクか。うわっ、ストライクですうわ、痛い。痛かったですね。
吉田さん、大谷谷さん、確かにデッドボールをやっぱり皆さんすごい お疲れ様だし、できんじゃうんですかね。まあそうだよね、大変だよね。うん、ブルありがとうございます。もうプレッシャーもすごいよね、もう日じゃないね私たちの。カリちゃんデッドボール気付け、はい気付けます。ボールありがとうございます。よいしょ、よいしょ、カイリ選手始まった。始まりましたね。はい、ノーアウトです。私たちノーアウト、お願い。さっきよりちょっと楽に見ていられますね。なんかもうなんだって、すごい楽に見てられますよねと言った瞬間にもう、わあ嬉しい、やったね、追加点打ったー、初めてのタイムリー監督喜んでる村神様、なに、なになに、どういうこと、どうしたの、あれちょっとすいません、リプレイお願いします。すごい、おめでとう。
そう、油断大敵だある意味嬉しい。一気に2点入りましたね。しかもノーアウト。あー、風船ありがとう。え、すごい。ノーアウトで。ああ、惜しい。惜しいですね。で、まだまだそう、チャンスチャンス。2倍返し倍返しで。お願い。ニトリさん、風船、風船膨らんだ。桜の花びらありがとうございます。なんかガム食べたくなってきちゃったカイ選手、ニトーリさん、お願い。頼みます、お願いします。お、これはボールやね。まだ5回裏。そう、確かにもう1点あったら。先生ありがとうございます。ドキドキ。おお、え、なんか応援席とか、あと何、選手の席もう見れるのいいね。なんか、あ、惜しい、惜しいよ。まだまだチャンスあります。頑張れー、ありがとう。頑張れー、ギフトありがとうございます。惜しい、惜しかった。でも3得点ですよ。素晴らしい、すごいすごい。風船ありがとうございますね。やったー、
頑張れ、ありがとうございます。頑張れ。実況上手くなった？嘘。本当ですか？かえりちゃんと見るの嬉しいね。やっぱテレビで同時実況の方がみんな的にはいいのかな。アプリよりも。すいません、ちょっと髪の半分しか映ってないんですけど。 WBC 配信だから許されてる。許されてますか。かわいい、ありがとう。テレビ見れないから帰り実況だって。なんか大丈夫でしょうか、私の実況で。はあ、ナイスだね。はい、この期間で詳しくなりました。ナイスです。うん、早っ。152キロですって。いや、あ、待って、ピッチャーの方変わってた。今永さん、国際大会に強い。この回から変わった。前も友人だから帰り実況じゃね。やばいやばいやばい。ちゃんと実況しないと。今は7対2です。すごい曲がったのかな今。なんかピッチャーの方たくさんいらっしゃるんですね。こんなにもみんなすごい。何？何？三振？嘘、見逃しちゃったけど三振ならよし。あ、リプレイありがとうございます。あ、今のは振ったよなーっていう、ね、これなんか振ると振らないのなんか境目がわからないんですけど、なんですかね、どこからが振るんだ。
え、どこから？なんだ、桜餅ありがとうございます。ベースより前に、あ、そうなんだ。そのバットが振り上げてベースよりも前に出てたらダメなのか。なるほど。うっ、今やめましたねすごい、もう2アウトだ。この回は早いですね。あ、手首か。ストライクみたいなような素晴らしい投げでしたなんて言ったらいいのそう、際どい。そうそう、でも際どいのってすごいよね。どっちか分かる。あ、すごい、今永選手三振だ。よし、ほう、6回攻めましょう。6789で、で私たちがあの裏ですよね今回。裏ですか私たち。そう、裏だからあれですか、9回表で終わるのかな、もしその時勝ってたら。9回表終わった時点で勝ってたら裏なしだよね。なるほど。うーん、このまま逃げ切ってほしい。欲しいよ。タコありがとう。覚えました、私も。はい、この期間で野球学びました。まあ、学んだといっても全然ペーペーなんですよ、まだまだまだペーペーなんですけど。もう、なんだって今の捨
ストライクだって。今得点7対2です。今のファール、え、何ファールじゃないの。ファールだよね。なんかストライクになってない。ファールってストライクにも入ることあるんですか。オフサイド、オフサイド。おー、ストライク。ファールってストライクになるの。やばい、今知ったよ。え、じゃあファールダメじゃん。ファールダメだね。ダメっていうか、あの、安心できないんだね。安心しちゃってた。なるほど、なるほど、そういうこと。ちょっとじゃあ集中しますね。初見ありがとうございます。集中してる。あ、いや惜しいです。あ、パパとお揃いのネックレス惜しいよ。ない、うん、惜しい。うん、え、だ、だる、だるさん、4番手ダルビッシュ有さん、必勝、あ、必勝なんですか。
か、あ、そう投げられるんですね。13年ぶりのリリーフ、なんだろう、どういうことだろう。4番手先発って何ですか？先発って何？ドキドキ。最初から投げる。最初に投げるって、そういうのがあるんですか？もうみんながさ、すごくあのすごすぎて、ふんふんって、もうすごいね、知ってるもんね。今のは振ったのかな。集中しててもいいので投げキックください。ダメ、できません。こんなこんな、もう日本のあの何、全日本国民が集中してる時にそんなことできません。春、あ、そういうことか。2ストライク以上取ってたらファール入ってもアウトにならないって。テルジオさん、すごい上手、さすが、ナイスボール。よっしゃー。よっしゃー。
け配信そのなんかささやこうと思ってるわけじゃないんですけれども、なんか普通に喋れなくなっちゃうぐらい集中して言います。ひそひそダルさん、ダルよし。シャーって言ってる。言いますよね。ナイス、ありがとう、ナイスだね。次は3月21日、あ、メキシコか、プエルトリコさん。これをアメリカでやるんですよね。あ、ブエル、ん、プエル、プエルトリコ、どちらかと対戦。もうどうですか、強いんですか、どちらも。プエルトリコ行った、プエルトリコ行ったことありますか？ないです。ベネズエラとアメリカが戦ってっていう。あ、オーストラリアとキューバでキューバが勝った。ベスト4。あ、じゃあ日本もこれ勝てばベスト4なのかな。なるほど。
スイカ天が欲しい日本、うん、欲しいですいただけるものなら。でも7点でも本当にすごいから焦らず応援します。はい、これはいはいはい、ファールだけどストライク学びましたよ。よいしょ。よいしょ。いやーちょっと会場行きたくなっちゃいますね行きたいよ。ありがとうございます。すごい、なんか風船が一緒に、え、なに、え、なに、タワー、なに、ちょっと待って、いつの間に、いつの間に現れたの、ちょっと待ってください。たかしさん、これは、え、なんだろう、もしかして WBC の女神タワー、ありがとうございます。たかしさん、ありがとうございます。いいね。え、なんか泣けちゃう、この雰囲気、もう日本最高ノンフィクションなんだもんツーベース、何、フィットヒット、もうどちらでも嬉しい。岡本さん、あ、待って、岡本さんってあの岡本さんですか？あのテロップに書いてあった岡本さんなんでしょうか？私が見てない時に、配信する前に大活躍させされた岡本さんですか？待って、しかもノーアウト、私たちテレビゲームじゃない、ノンフィクション、うん、よかった、岡本さん頑張ってください。え、これ今からなんか申し込みで現地行けないんですか？え、どうなんですか？今からは無理、大谷さんノリノリあ、そうか、アメリカだった、やばいあ、まあまあアメリカでもいい、いいというか、え、もう無理なんですか？
だってさ、見て、みんなが喜んでる日本の会場にいる、みんなが笑顔になる瞬間すごい。だからアメリカで見てみたいな。アメリカ、待って、野球の発祥地ってアメリカですか？ちょっと待って、アメリカから TDC の別にあの直入りみたいな新しい私。あ、そうなのか。だからまあなんかまあ盛り上がるのか、より一層。イタリアめっちゃ強かった。いや、お強い。でもさらに日本も強いのかな、はあ、すごい嬉しい。次何回目でしたっけ。次 8?8 思って、あ、違うな、いや今別に、なんだ何回目だ。7裏、皆さん今何回目でしたっけ。7回裏だ。ありがとうございます。でノーアウト。あ、マキさん、ホームラン打たれた方ですよね、あの前。よく覚えた、覚えました、やった。なんて読むんだろう、原田さん、原田さんかな。あ、ゲンダーさん、すみません、ゲンダーさん頑張れ、ゲンダーさん。あ、
ナイスよけ。ミサさんのお母さん？あ、え？嘘。え？すごい。え？待って。え、なんかこの前あのなんかピッチャーの方でしたっけ？高橋さん、板野友美さんの旦那さんだった？ですよね。え？そんなことありますか？乃木坂さんと AKB。そうなんだ。なるほど。あ、お母さんじゃないか、なんていうの、お嫁さん、あ、旦那さんだ。そう、ちょっと待って、旦那、私なん、お、旦那さん、お母さんって言っちゃった。すごいね、なんか乃木坂さんと AKB のコラボ。サム、え、サムライジャパンで。すごい。喜んでる。小指？そうなの、小指。お大事にですね。そうなんですね。あ、なるほど。本当だ。すごい。なんかもうノンフィクションに泣けちゃう。なんか野球というスポーツを始めてくれて皆さんありがとうございます。私が感謝します。もう10時だね。地震？そう、地震？ね、もう10時になった。ワンアウト、ツーストライク、ワンボール。たっちゃん、すごい、日の丸、ぬーぬーぬーってコメント、ぬーぬー、あ、待って、バットって細いんですね。こんなに細いのにどうやって打つの？なんかすごいね。客席でヌーって言ってる。え、そうなの？
でも2点入りましたね、イエーイ。てててこの2点は大きい。あ、花束ありがとうございます。なんかお腹喋ってたらお腹空いてきちゃった。9点もありますね。油断大敵、確かに。こんばんは。くしゃみ出ちゃった。なんか花粉症じゃないんですけど、くしゃみ出ちゃうんですよね。鼻炎でくしゃみって出るものなのかわかんないけど、なんか出る。花粉じゃないの私。花粉ではないんです。ストライク。あ、ダルビッシュさんフォローしました、ありがとうございます。8回表ダルビッシュさん、あのか、日向さん花粉症じゃなかったですっけ。カホとか、あーサーヤとか、
すごい、今撮ってくださった方は守備がすごかったね。ママヤホーヤホー、今 WBC を見てます。こんばんは。あ、え、あ、あ、これ何ですか、まあそうですね、1点確かに、ソロソロだね、単発だね。よし気にしない。よし気にしないぞ。確かにラナが3人とかねいたら1244点一気に入りますけど、さっきはソロだったからセーフセーフだね。やっと TV 見れる、ここまで時間が経つのとんでもないです。こんな、ナイス、ダンダン、ナイス。はあ、ちょっと緊張しましたね。すごい、グレートいっぱいありがとうございます。ギフトありがとうございます。グレートの画面、はい、ゲッツーしました。なので3アウトチェンジ、えチェンジですよね今の。
今のチェンジ。ね、そうだよね。でもなんかちょっと安心してきました見始めた頃よりも点差もありますし、だってあと3回だもんね。裏表、うん、表裏表ですよね。確かに2点取られた後に3点、うん、すごい。ちょっと集中しすぎて凝ってきちゃった肩が。そうだね、ちょっと追っかかります追っかかる。よいしょ、ま、なんか前髪がねよくなかったんで。あんまり見せられないんですけど。楽な姿勢で。とても楽楽だ。よいしょ。でもちょっとコメント欄が斜めで見にくいな。大谷さん、大谷さん来る。お願い。
惜しい。9回表を守りきったら勝ちなんですよね。もうもうちょっとだ、頑張れ。勝ちだよね。勝てたらいいね。うん。おお、よし、次だ。次守り抜いたら日本の勝利です。はい。最終回。頑張れ。ありがとうございます。頑張れ。いちごときめき鉄道の方だ、ありがとうございます。嬉しい、覚えてもらえて。はい、ここを押さえて勝とう。大丈夫大丈夫。日本の抑え、わかんない、難しい。でもあのなんかさっきあの今泉さんでしたっけ、なんかあの今泉さん、今永さん、ごめんなさい、今泉さん、ごめんなさい、今永さん、あのなんかさっき日本のピンチをこう救ってくれたので、今永さん、今永投手さん、そうなの。同じ試合で一度なんだろう、投手をなんだろうな、交代したらもうできないの。日曜日越後ときめき鉄道行ってまいります。ああ、ありがとうございます、嬉しい。あ、そうなの、最終回を任されるピッチャーを抑えて、え、そうなんですか。ちょっと待ってください、私すごいあの全然そういう理解してなくて、あ、そういうこと、なるほど。大成さんになったの？こんなにピッチャーが変わるのって珍しいんですか？それとも普通なんですか？海外では。
ど。私のデザインした特急券を買ってくれた。ありがとうございます。デザインありがとうございます。嬉しい。やった。わっ、2ストライク。早いね。ストライク2個もう終わる。ツーストライク。次でなんだろうな、ストライクかな。おー、ファール？ファールですね。大丈夫だよ、まだ大丈夫だよ。ちょっと集中します。集中。なんか私のビデオがプープー言ってる。どうしたんだ。取れる？あ、落ち！
ノーアウトだからね、ちょっとドキドキしますね。そう、はい、ここでゲッツー、ゲスリーってないんですか。ゲッツー取ろう。デルジオさん、はい、帰りなら取れる、はい。トリプルプレーというのがあります。あ、トリプルプレーね。中村さん。ナイス。まずは一つ、ここで、ゲッツーをします。ショーお願いします。お願いします。安心したい。チームメイト、大谷翔平さんのチームメイトです。テンション高い。よし、一つ、あと一つ。ああ、ちょっと緊張しちゃう、なんかドキドキ。でも勝てるんじゃないかっていうので笑みがこぼれる。わかりますか、ニヤニヤしちゃう。でもまだ油断大敵みたいな。ナイス判断、それな。もうお願い、今見逃しちゃった、ストライク。フレリックさん、お、同い年。びっくり。やりました。イエーイ。5大会連続のベスト4。
わあ、なんか一安心ですね。嬉しい、おめでとう、やった。ベスト4。はい、ということで、はい、日本が、9対3すごい、9対3で勝ちました。よかった。23日アリーナ席から、ありがとうございます。ちょっとこんな風に私も頑張ります。実況配信見てくださった皆さん、ありがとうございます。ではランキングを見します。ありがとう、キハ 85K、 ヒダさん、ありがとうございます。あ、待って待って、間違えた。あ、ごめんなさい、14位の方読んじゃった、ごめんなさい。もう今日は特別、あれ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 、あ、そんなことなかったです、ごめんなさい。ドラゴンさん、タカミーさん、ジーコさん、スグさん、ダルタムさん、白いダルビッシュさん、超快速さん、ハヤトさん、コンちゃんさん、ティダカンカンさん、エチゴーさん、ありがとうございます。そして第1位はタカシさん、タワーもありがとうございます。ありがタワーです、ありがとうございました。なんかいい眠りにつけそうですイエーイ、配信ありがとうございます。ではまた明日。おやすみー。